岩田レクユキは、日本の作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。長野県松本市出身、在住。主にゲーム音楽を手掛けるほか、東京ディズニーリゾートなどのショーの作曲、編曲や舞浜駅の発着音なども手掛けている。ゲーム音楽の初仕事は、マイコンソフト開発のメガドライブ版、アフターバーナー2での BGM コンバート。メガドライブ、セガサターン。 ドリームキャストそれぞれの部門で最優秀音楽賞を受賞した経歴がある。1964年4月28日、長野県松本市にて、五福屋の父と洋裁家の母親の間に生まれる。4歳の頃からピアノを習う。ただし、岩垂れは、親から聞いた話として、ピアノではなくその教室のカバンに興味があっただけであり、ピアノの練習は、映える程度だったと。 ウマハレートのインタビューの中で振り返っている。それでも、先生が弾いた和音を当てるのが楽しくて、超音する力がついたと、岩垂れは話している。小学校5年生の時、アマチュア声楽家だった当時の担任教師によって、コンサートに入れて行ってもらったり、クラスで NHK の合唱コンクールに出たりするなど、音楽に触れ合う機会が増えた。中学。 高校も音楽に親しみ、音楽を仕事にしたいという気持ちから一浪して、ナオミ学園音楽短期大学の音楽情報学科に入学する。岩垂はこの頃に作曲を専攻していないにも、かかわらず、曲を褒められるといった経験から、作曲の仕事ができるのではないかと気づいたとインタビューの中で話している。卒業後、友人のキーボード奏者から箱番のキーボードの仕事を紹介され、 ブラックミュージックやファンク、グループサウンズといった様々なジャンルの音楽に触れ、バンドマスターを通じて音楽の知識を学んだ。それから4年後、バンドマスターの負傷によって箱番の仕事が減った矢先、老人生時代の知り合いである後藤健二からゲーム音楽のアレンジの依頼を受け、ゲーム業界入りを果たす。アフターバーナー2以降も、ダライアス2や、 ラングリッサーなどの作品を手掛けていった。岩田れはインタビューの中でバンド演奏と違いゲーム音楽においてハードウェアの制約を感じたと話しており、例えばメガドライブは同じ FM 音源を扱うシンセサイザーのデラックスマイナス7よりもオペレーターの数が2つ少なかったため細かな音を作ることができなかったことを挙げている。その一方で ゲーム音楽におけるミニマムさを気に入っていたとも話している。様々な経験を重ねる中、作曲家の溝口伊佐に誘われ、大熊健一とともに2-5設立に参加するが、会社の規模が大きくなるにつれて作曲家としての仕事が減ってきたことから、岩垂れは同社を去る。大学生の時に上京して、以来、しばらくの間は東京で仕事をしていたが、 1998年に生まれ故郷の松本市に戻る。岩垂れはその理由について、息子が都会暮らしで体調を崩したこと、子供たちが外で遊べるような場所が東京にはなかったこと、長野オリンピックによってインターネット回線等のインフラが整備されたことなどをインタビューで挙げている。 1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998。 ね1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2006年2007年,2008年,年に、1008年,年,年に、1009年に、1010年に、1011年に、1012年に、1013年に、1014年、2015年、2016年、2年、2019年、2020年、2005年、2008年、2010年、2011年、年2013年、2014年、2015年、 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。